ココス諸島、ココスアイランズ地域の標語、マジュプウール北地域の歌、アドバンス、オーストラリアフェアココス諸島の地図ココス諸島の地図ココス、諸島諸島、英語、ココスアイランズは、インド洋にある、オーストラリア領の諸島である。単に、ココス諸島、または、キーリング諸島とも、オーストラリア巡州としての公式名称は、ココス諸島巡州アイランズ。名前は、 ココヤシに由来し、コスタリカのココ島など同名の島が存在する。本諸島がイギリスの支配下に入ったのは似たような名前の諸島との取り違えによる。キーリング諸島をつけたのはそれらと区別するためである。二つの干渉、ノースキーリング島とサウスキーリング諸島からなる。サウスキーリング諸島は、ウェスト島、ホーム島、サウス島、ディレクション島、ホースバーグ島、 プリズン島など多数の小さな珊瑚礁からなる。インド洋のオーストラリアとスリランカの中間に位置する。面積は14平方キロメートル。主婦はウェスト島であるが、最大の集落はホーム島のバンタム村である。人口は2014年現在で約600人。通貨はオーストラリアドル。諸島は東インド会社のウィリアム・キーリングが1609年に、 発見したと考えられているが、彼の公開日記中には、島の記述は存在しない。その前後に発刊された海図から、1606年から1622年の間に見出されたのは確実である。1826年に、イギリス人、アレキサンダー・ヘアが、約100人のマレー人を伴いこの諸島に移住した。マレー人は、子供が彼の身辺の世話、大人が、 ココヤシのプランテーションに従事させられた。ジョン・クルーニー・ロス一行23人は、その翌年島にやってきた。ヘアとロスが島に渡った時、ココヤシが追い茂るだけの無人島だったが、ココヤシの樹冠にアラビア文字が刻まれていたという。ロスはヘアの部下だったが、結局、ロスがヘアを島から追い出し、ロスが島の領主となり、以後ロス一家が占有していた。 進化論のチャールズ・ダーウィンは1836年、ビーグル号でココス諸島に上陸し、サンゴ礁形態の仮説を発表している。1857年にイギリス艦隊が上陸し、領有を宣言しイギリス領となった。これは同じココヤシ諸島の名を持つアンダマン諸島のココ諸島を領有宣言をするのを誤ったのである。しかし外国船の審判に悩まされていた。 クルーニーロス家はイギリスの軍事的庇護下に入ることを望んだため、この作語は取り消されなかった。この時はイギリス領政論に帰属していた。しかしクルーニーロス家による統治は1886年に帰属をシンガポールに変更する際にクルーニーロス家の永久所有権として認められた。残骸となった M 電1914年。 通称破壊作戦中のドイツ海軍の防護巡洋艦エムデンが1914年11月9日にディレクション島に設置されていたイギリスの洋上無線のアンテナ塔と無線基地を破壊すべく陸戦隊を組織させ襲来したがその合間に到着したオーストラリア海軍の軽巡洋艦シドニー島との戦闘の末エムデンはノースキーリング島南岸に大破座礁した エムデンからの陸戦隊は、島から小船をろかくして逃亡した。1955年11月23日に、シンガポール領からオーストラリア領に帰属が変更された。英語名のココスアイランズは、他のココス島と容易に区別できるように付けられた正式故障である。クルーニーロス家は、ココス諸島の独立を望んだが、 オーストラリア政府は同家による先制支配の終了を求め拒否した。1978年、諸島は5代目領主のジョン・セシル・クルーニー・ロスにより、オーストラリア政府に625万ゴードルで売却され、オーストラリア領となった。1979年に、ココス諸島共同組合を結成され、1984年に、住民投票によって、オーストラリア領となり住民は、 オーストラリア国民となった。1986年にクルーニーロス家は破産し、オーストラリア政府に売却しなかった屋敷を売却して、オーストラリア本土に移住。クルーニーロス家による150年5代にわたるココス諸島の先制支配は終わった。ココス諸島はオーストラリアの領土であるが、名目上の管理権はオーストラリア総督にあり、クリスマス島と共に管理している。 行政官は、オーストラリア首相とは別に、オーストラリア総督によって任命される。2014年4月現在の総督は、ピーター・コス・グローブ。ココス諸島の地付け前が、プリズン島で奥に見えるのが、ディレクション島である。ココス諸島は、外略一致難易12度10分、統計96度50分に位置し、最も近いクリスマス島でも、 約9 0 0トルスマトラ島から約1 0 0 0トルの距離にある。南キーリング諸島と北キーリング諸島二つの干渉からなり、最高地点でも海抜9ルしかなく、ココヤシの木などが密生している。欠片の気候区分では熱帯モンスーン気候に属する。ココナッツがココス諸島唯一の干勤作物で干渉の至るところで栽培されている。 外貨を稼ぐための切手の販売は1990年代に入って中止された。また、ココス諸島は海底電線及びヨハネスブルグとシドニー間を結ぶ定期空路の中継地でもあり、インド洋上での数少ない気象観測地でもある。ココス国際空港ウェスト島にココス島国際空港があり、パースとクリスマス島を結ぶ定期空路が運行されている。 ウェスト島2005年現在、人が住む島は、ウェスト島とホーム島の2島だけである。ウェスト島はオーストラリアから来た白人がほとんどである。ホーム島は、ココナッツのプランテーションの労働として、マレーシアから連れてきた、マレー系の住民がほとんどである。マレー系が66%、オーストラリア系白人が33%で、ジャワ人や中国人もいる。公用語は、英語で、 他に、マレー語など、宗教はイスラム教80%、他キリスト教、お茶の水女子大学外法図コレクション、ありがとうございます。